プを流して、そして日本で死んだ人がいますね。ゴシップで死んだ人が、アーティストとかで死んだ人がいますから、やっぱりそういう決まりは、ね、守らなければなりませんが、でも今日はもうちょっと日々はスハリハリですね、日々のソーシャルメディアの使い方をみんなで改めて考えていきましょうという日です。よろしいですね、はい。今日来てくださってるのは、じゃあちょっと久しぶりに、たまには出席を取りましょうか。出席を取りますね、はい。パウゼンさん、おい、日月屋さん、はい、先生、スラントさん、はい、レイチェルさん、レイチェルさん、あれフリーズかな、先生がフリーズ、カル先生フリーズ Y をお願いしますや、お願いします、はい、ね、はい、はい、レイチェルさん、OK や、はい、ワヨさん、はい、ワヨさん、エルフィさん、はい、こんにちは、あ、こんにちは、アウディさん、はい、こんにちは、木下さん、はーい、木下さん、ハミミさん、スパンタル、スパンタル、スパンタルラギクロあるや、おー、くなっぱおぎっとばっぱ、くるぎくまんなんばっぱ、いやー、お久しぶりくるあるですか、そうですか、サイアンスカリ、ハマジさん、はーい、サイアンスカリ、はい、お願いします、ディナさん、はい、先生こんにちは、こんにちは、元気ですね、はい、ピピンさん、はい、元気です、はい、こんにちは、こんにちは、元気ですか、ピピンさん、はい、元気です、はい、オッケー、アミさん、アミさん、アミさん元気ですか、元気ですね、オッケー、はい、それからアブドルさん、はい、元気です、はい、はい、元気ですね、はい、オッケー、それでは早速始めていきましょう、今日のまだハマジ先生は、ハマジさんは、すだ、OK、ね、はい、OK、ソーシャルメディアについて話をしてみます。ではまず、まずソーシャルメディアの話をする前に皆さん、昔からですね、皆さんは友達と話すときに何を使っていたかというのをちょっと昔から順番に考えていきましょう。昔から。今ね、みんな、今みんな使ってるの何ですか？ WhatsApp の人、WhatsApp をしてば、WhatsApp、WhatsApp、はい、LINE、LINE の人、誰ですか？ LINE の人、LINE の人、はい、LINE。ちょっと待ってください。ちょっとストップ。ちょっとね、今日は先生、なんかコンディションインターネット良くないですね。ワヨさん、ちょっと見てくださいね。はい。ワッツアップの人、一番よく、ワッツアップを一番よく使う人、何人ぐらい？何人ですかね。8人ぐらい？ 8 人ぐらいですね。はい。はい。はい、では、手を下ろしてください。手を下ろしてください。LINE を一番使う人。LINE。多いですね、結構。LINE5 人ぐらい、一番です。はい。はい、では次。一番じゃない。一番じゃない。はい。電話を一番よく使う。いませんよね、今ね。絶対 WhatsApp から LINE ですね。はい。で、じゃあ、もう覚え、ちょっと思い出しますよ。ずーっと昔思い出しますよ。ずーっと昔思い出して、私たちは友達や家族と連絡をするとき何を使っていましたか？昔は手紙。そうです。手紙が一番昔です。本当はずーっと昔は太鼓とかね、煙とか、太鼓とか煙とか大昔はありますけども、でも私たちは一番最初は手紙でしたね。手紙を書いて、ポストに入れていました。その次が何ですか？手紙の次が？イメール。テレフォン。テレフォン、電話。電話テレポンです。はい。電話の次。SMS。SMS。まだ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 、ボロンボロンボロン。ポケット。テレグラム。テレグラム。ポケット。テレグラムね。テレグラムね。テレグラムはちょっと順番がどうなんかわかりませんけれども、テレグラムとか。あと、手紙の後。手紙の後ですね。電話のちょっと前かもしれないですね。はい。その後、その次。ポケベルじゃないですか。電話の次。ポケベル。ポケベル？ポケベル？ちょっと待ってください。ポケベルの前にもうちょっとあります。ちょっと手紙に似てる。手紙と電話のこう、手紙と電話をチャンポルしたもの。なんか先生の。イメールじゃなくて？違います。
その前です。テレグラム。ファックス。ファックス、そうです。ファックスね。ファックス。ねえ、思い出しましたか、みんなファックスのお世話になってた時もありますね。ね、あだかんいつやんファックスバケスリンバケね、はい、そのファックスの後に来たのが、まあ、ポケベルとか、そして今、まあまあね、長くお世話になっています、今も使いますが、 E メールですかね、 E メール、はい、でその E メールの後にダダダダダッと来たのが、この今使っている SNS とかソーシャルメディアですね、 Facebook とか WhatsApp とか LINE とかです。この辺のお話を皆さん聞きますね。で、ではこのソーシャルメディアを使う時のに気をつけなければマナーでは、まだマナーではありません、気をつけなければならないことってどんなことがあると思いますか。これをしてはいけないみたいなことありますか。してはいけないこととか気をつけなきゃいけないこと、なんか決まりみたいな感じのことですね。どうでしょう。例えば、例えば著作権という言葉があります。コピーライツですね。はい、はい、はい、コピーライツ。著作権、これは考えなければいけませんね。いろいろ、例えば Facebook に載せるときなんかは、やっぱり何でも使ってもいいというわけではないですね。だから著作権とか、あとはですね、はい、秘密を守る。秘密を守る。これってソーシャルメディアを使い始めると、私たちがちょっと何か書いてパーンとこうエンターを押すと、もう世界中にブワーッとその情報が流れます。だからやはり大切な秘密は守ります、ね、で同時にサマドゥンガンや同時に何を言ってはいけませんか。何を言ってはいけない。リーダーのソーシャルメディア、嘘、ブトール、ストランさん、嘘、嘘、嘘やそれから確かではないこと、嘘や確かではないこと、確かではないはティダヤキンですね、はい、ティダヤキン、嘘や確かではないことを書いて送ってはいけません、ね、はい、それからもう一つ難しい言葉、まあ、ちょっと漢字書きましょうか皆さんね。嘘というのはひらがなでもいいですが、こういう難しい言葉があります、はい、不確かなこと、はい、不確かなことは、はるはるやんきだやきん、きだパスティのことですね。あの人結婚したらしいよとかね、そういうのはね、らしいというのはもう不確かですからね。それから次はとても難しい言葉です。一級かもしれないですね、日本語能力試験 N サートかもしれない。希望、ね、抽象、あ、誹謗抽象ですか。はい、そうそう、読めるけど書けん。そうなんだね、ほとんどしかり誹謗抽象、誹謗抽象という言葉がある。これはこれはどういう意味。え、読めるけど書けんという人がいましたね、さっき。誰ですかね。はい、あ、すいません、はい、浜地さん、誹謗抽象はどういうことですか。日本語でもインドネシア語でも説明してください。人を傷つけたり、すること。人を傷つけたり。そうですね、この言葉の中にありますが、抽象ということ、傷という言葉がありますね。傷つける。ひらがなお願いします。この。そうですね。誹謗、中、抽象、はい。誹謗抽象と言います。誹謗抽象。で、人の悪口を言ったり、人を傷つけることを言うのはいけませんね。はい、で、時々、あの人もひどい人だわと思っても、あの人はとってもいけない人よとかっていうことを書くと、これが世界中の人に聞こえます。いや、日本中のバハサインドネシアパ。ブリア。ブリア。ブリア。オレテハン。オレテハン。オレテハン。はい、あの炎上は違います。ファウゼンさん、炎上は違います。炎上というのはバカなんです。バカです。じゃあで、誹謗中傷誰かが書きます。
そしてそれに対して、あ、そうそう、ぶとるぶとるぶとる、いや、ぶたれて、すぐすぐすぐ、これが炎上王です。炎上王はバカなんです。ゴシップ。ね。はい。じゃあ、いいですか。いや、すいません、ごめんなさい。このチャットはジャンガンパケするにやっかるな先生コンセントラシー。いやいやいや、まあ、お願いしますね。はい、お願いします。ね、で、はい、いいですか。嘘や不確かなことを書かない。それから誹謗中傷を書かない。それからプライベートなことを書かない。それから一番大切なのは ID やパスワードをちゃんと自分で管理することです。ID やパスワードを管理しなければ乗っ取られます。乗っ取られるって聞いたことありますか？乗っ取られます。マスケできますね。乗っ取られるっていうのは、ビアンビルオーランですね。で、ID やパスワードを気をつけなければなりません。はい。これが、まあ、ちょっと決まりみたいなことですが、これはなんとなく決まりですね。本当はソーシャルメディアって決まり、プラトランってないんですけども、なんとなくやっぱりこれは気をつけなきゃいけないな。じゃあ、これから今日話をみんなとしていくのは、みんなで守っていきたいマナー。決まりというのはプラトランですね。だからみんなでもう上からこれは絶対守りましょうということです。で、マナーとかエチケットっていうのは気持ちからです。気持ちから。ティダディパクサですが、気持ちとして守らなければならないことをこれからみんなでシェアしていきたいと思います。例えば皆さんは LINE とか、それから WhatsApp をしていますね。で、友達にメッセージを送ります。送ったりもらったりとかします。その時に嫌だなと思うことありますか？嫌だなと思うこと、手を挙げて言ってください。手を挙げて言ってください。嫌だなと思うことってありますか？その LINE や WhatsApp をしている時にちょっと嫌だなと思うこと、ラサンがえなあだかこってだだそのすかりむな、どうですか皆さん。ワクトイトワクトキレムメッセージアタウトリマメッセージサマトゥマンitu waktu itu ada yang kadang-kadang rasanya tidak nyaman atau tidak enak atau penasa ano tersinggung atau gimana jenje tidak ada angkat tangan dulu. Hai dozo Wayu san dozo. Hai ini kayak bahasa Indonesia tidak apa-apa saja. Tidak apa-apa discussion sih berbahasa Jepang bahasa Indonesia tidak apa-apa. Hai dozo. Kadang-kadang teman juga suka bertanya-tanya tentang privasi saya. Jadi kadang tidak sukanya seperti itu. Tidak gimana ya, tidak enak. Dan kadang-kadang teman juga kalau misalnya mengirim sesuatu yang pribadi, saya juga tidak enak menjawab dan kadang juga berbohong gitu. Tapi apa? Wayu kalau ditanya seperti seperti apa-apa kayaknya kok tidak nyaman. Tatuba nih? Ya seperti ini saya apakah sudah menikah atau punya pacar? Menikah seperti itu, apa sudah pernah pacar atau seperti itu. Atau sebenarnya gajinya berapa ataukah rumahnya di mana ataukah seperti begitu. Kok terlalu pria. テルルマスクギトだよね。そうだよね。はい、オッケー。テルルプライベートということですね。あだらぎ、ワクトさまさま。はい、リノさん、リノさんどうでしょう。インドネシア語では大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、terkadang chat tidak pada waktunya, sensei. Apa? Chatnya tidak pada waktunya, jadi sudah larut malam masih chat. Terkadang itu sangat mengganggu sekali, sensei.夜チャットがずっと続いてちょっと寝られなくなっちゃうとかね。じゃあリノさんストップすればいいじゃん。あくさまのテドルにゲットとすると。いや。タピエ、いつだえなくゲットや。いつだえな。なるほどね。OK、わかりました。はい。カナガンパンや。カナさんがガンパンじゃってジュースすると。はい。働き山くといとパケライン、ワッツアップ、アウディさん、どうぞ。Indonesia kok ada juga tuh. Dah jauh deh sih. Teleponnya berulang kali. Berulang kali. Seperti Dino San desu kedo ne, tapi itu yang mau sering. Jadi itu kapan selesai ini gitu tutupnya gitu.
な感じですね。はい。OK。あたらぎ？あたらぎ？すべてであたらぎ？およ、ピピンさん、ピピンさんどうぞ。例えばミーティングで、SNS でミーティングでなんかまだ終わってない、話がまだ終わってないが、なんかみんながパッとメッセージが来て、なんかそれが、membuat jadi ramai, jadi nggak konsentrasi kalau tunggu meeting. tunggu sebentar waktu meeting. Hai. Waktu meeting. Hai. Sudah selesai apa sih? Ada hanashi ga mada owatte nai toki. So, jadi ピピンさんが何かレポランをしているときに、ランスブクラパウラン、タピーに行くときに、今さらにベルファーを見つけた。はい、そのとおりです。じゃあ、この WhatsApp や LINE でメッセージ、なんかミーティングをすることがあるんですね。はい、よくあります。それはちょっと大変そうな感じがしますね。はい。アダラギ？アダラギですか？アダラギ？アンカタンガン？はい、どうぞ、エフリフさん。はい。Giaku ni ano nanti karena message ga message okute ano yonda no ni nane sugu nanti karena masuku atau bundiki nai kedo henji ga naka kurenai to yu oto ga chotto konai ne kuyashi hai悔しいというか悲しいというかね、はい、そうですね。じゃあちょっとお話をしていきましょうね。LINE や WhatsApp をしているときにちょっとなんか残念とか悲しくなるのは、今、エルフィさんが言った日本語ではスルーという言葉を使うんですが、これ英語ですね。スブトゥーにはね、スルーという言葉を使います、はい、これはいいですか。見て見ぬふりです。じゃあ、プラプラティダリハ、あとはトゥルラバットサジャ、スンガジャレバッゲット。で、スルーすると言いますね。だって日本語、英語ですが、スルーします。で、特にこういう言葉があります。既読スルー。これはね、これ、そう、読というのは何という漢字ですか？読、既読の読は漢字です。すでに読みました。読むです。読むですね。はい。読むです。読は読む。そして、木はタディピピンさんビランとすでに。じゃあ、すだばちゃ、タピでは、ピ。がリバラス。そうそうそう。でね、時々これもありますよ。未読する。これそうですね、未読する。未読するというのはもう、すだばちゃんとルスすだれば、ブーハン、バンガーって言うと。これは結構問題になります。結構喧嘩になったりとかしますね。特に既読スルーは、既読スルーは、なんで読んだのに返事くれないのよって言ってすごい喧嘩になってしまう。これはすごくよく言われます。それから次に、特に LINE とかってスタンプがありますね。スタンプ。で、まあ、WhatsApp だと小さいこのマークがありますが、いつも返事がスタンプばっかり。スタンプ、時々スタンプは面白いですね。時々スタンプは面白い。でも、この人は私が一生懸命文章を書いてるのに、いつもスタンプだけっていうのは、なんとなく真面目さが足りない感じがする。いや、クランそうですね。クランソッパン、クランシリウス。ね、そんな感じがする。だから、スタンプを使いすぎるのも気をつけた方がいい。ちょっとマナー違反かもしれない。それから、で、短い文章、短い文章を書いて切りも、書いて切りも、書いて切りも。それに、アウディさんがちょっと言ってましたが、例えば、今日来る？いや、いけませんよ。今日来るんだったらお菓子持ってきて、お菓子で、お菓子はね、チョコレートがいいな。スプーンで言うと、やっぱカレー切りも切りも切りも、カラビゲット。今日来ますか？来るんだったら、お菓子を持ってきてね、チョコレートかビスケットを持ってきてくれたら、私はこうこうこうします。里カレーボレじゃん、スプーンするにゃ。そうですね。サトキリム、サトキリム、ジャディジュスルスプリティアウディサンビチャラ、ガンブスカリ。迷惑です。シリンダタンだから。ね、トゥルスイと、バニャークスカリ、ここが長くなるでしょ。だからちょっと見ていて邪魔な感じがしますね。はい。それから、写真をたくさん送ってくる。ちょっともしかして、皆さんの中にいるんじゃないですか。
batasi aku kemarin pergi ke itu pak ancur deh itu bagus loh gitu terus kira-kira 20 foto kirim ちょっとこれもなんとなく邪魔という時が邪魔です私はい邪魔ですちょっとすいませんえすぶとにゃさやすりんすぷでぶぎとかもってあんかったんがNo. いませんね、いませんね。OK、気をつけてくださいね。で、それからもう一つ、今度はちょっとグループの話です。さっきグループの話で、ね、ミーティングをしているときに困ることがありますと言いますが、グループのこのメッセージなのに、突然、個人のことを話す。例えばね、このグループが一つのグループだったとしても、例えば会社のグループです。このプロジェクトやんばるのグループです。プロジェクト祭りのグループです。で、みんな一生懸命、はい、今度の祭りどうする？日程は、タンガルにブギニブギニア、トルスユビンタニア、パパヤ、イスプリギト、トルスティバティバ、先生、ビチラクパダピピンさん、ピピン、カムスカタコヤキカン、バゲマダキテイテイ、ムンバタタキヤキヤバ、トルスイテ、ガンガータカルタコヤキパチャルサヤスカニ、スプリギト、コディダーもいて、グループ、ジャティバティバ、ビチラニアさんがプリバティ、エニワ、まあ迷惑だしかっこ悪いよね。やっぱりね。それはやめた方がいいですという話があります。この辺がやっぱりソーシャルメディアを使っていた時に気をつけた方がいいと言われています。では先生がこれから質問をします。意見を聞かせてください。なぜならこれは先生がとても今もう随分長い間この半年か、まあ、COVID になってから、メールを送る機会が多いですね、メッセージが。すごく悩んでいることです。いいですか？皆さん、カロ先生にアドバイスがあったらお願いしますよ。先生の質問、悩み事。夜、メッセージを送るのは、エチケットマナー違反ですか？例えば、9時とか10時とかにメッセージを送るのは、悪いことですか？どうですか？パパ。はい、浜地さん、来ました。浜地さん。はい、浜地さんから聞きましょう。はい、どうぞ。浜地さん、どうぞ。ティダパパじゃないですか。はい、その、ティダパパの理由。カローテレポン？うるさいは何だった？うるさい。まあ、そうですね。うるさいけど、メールだったら、カロだけメール、スワラ、スリキサジャ、イサトカリサジャ、ジャディ。なるほど。チチンギトですね。ほっとけばいい。ほっとけばいい。だから、見たくなきゃ見ないでいいわけだからということですね。はい。OK。はい。他には意見ありますか、皆さん。夜、LINE とか WhatsApp を送るのは、いい、大丈夫。いや、やっぱりやめた方がいいかなっていう。はい、エルフィさんどうぞ。一般的には実はやめた方がいいんですけれども、相手の立場とかの親しさを見ます。もし親しい人ならとか、それはまあ大丈夫かもしれません。迷惑じゃないかもしれません。そしたら、メッセージの内容も見ます。大事な内容は仕方がなくて送ります。必要じゃないとか、急な、なんていうかな、話じゃなくても、じゃなかったら、明日でも大丈夫なんじゃないとか、ということかな。なるほど。わかりました。エルフィさんは2つポイントがありますね。もし親しかったらいいんじゃないですかということですね。で、もう一つはやっぱり急な用事かどうか、急な内容かどうかによります。とても大切な用事だったら仕方がない、送ってもいいです。でももしそうじゃなかったらやっぱり明日でもいいんじゃないかなっていうことですね。あ、なるほどね。それは先生とても参考になりますね。なんとなく、まあ、でもこの人は親しいか親しくないかよくわからないとか、これは今伝えたい。先生は今伝えたい。でもその人にとってはあまり重要じゃないかもしれないという時が時々あるので、その辺が先生ちょっと悩みますね。他に何か意見ある人いますか？他に意見がある人。みんなエルフィさんと同じ感じですかね。
どうでしょうね。はい。じゃあ先生ちょっとそこを考えながら、あとはまあ浜地さんがね、まあ音がしても一回だから聞こえないかもしれないし、それからほっとけばいいんじゃないっていうことですね。だから私たちも送るときに夜だから返事がないことは、返事がないかもしれないということはね、考えておかなければならないですね。送ったからか絶対返事が欲しいと思ってはいけない。では皆さん、この中で若い人。みんな若いですよね。みんな、はい、じゃあこの中で結婚してない人、独身の人、結婚してない人、独身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 。ayo jangan malu. Why you 独身か。aku aja. Rachel sudah nikah ya. Rachel sudah nikah. 独身ブルームニカーです。お、スラント様に、あ、ボルタさんがね、プライベートスカリ。いや、マシジョンブロ、シャパマシジョンブロ。いやですね。私。その結婚、あ、今年ね、今年ね。あ、今年シャパ。誰？今年シャパ。シャパやモニカタオニニ。シャパ。ティダダ。ティダダですね。はい。じゃあ、ビピンさん。あの、じゃあ、ビピンさん今年？いいですか？じゃあね、皆さん。独身の人に、独身の人に先生がとても嬉しい話をしてあげましょう。ですか？さっきの話に関係があります。夜、LINE やあの WhatsApp などを送ることに関してです。ですか？独身の人たちに行ったアンケートがあります。またアンケートシリーズですね。帰って先生のね。独身の人たちにアンケートを送りました。ね。で、好きな人がいます。例えば今好きな人がいる人、アダヤンナクシール、武漢参拝パチャール、イエチー、武漢参拝パチャール、アダヤンナクシール、オッケー、そのいいですか、好きな人がいます、うん、でその人を好きな人とパチャラになるまでにいろいろやりますね、メール出したりとか、やつ MS を出したりですかね、で、はい、その LINE や WhatsApp にメッセージを送って、メッセージを送って一番返事が返ってくる可能性が高い。クモンキナンバラスニャティンギ。クモンキナンティンギバラス。ギマネ。クモンキナンディバラスニャティンギ。あ、ブトゥルスカリ、ブトゥルス。さすがエルフィ先生。うん。一番高いのは夜9時から1時までだそうです。夜9時から1時まで。おぉ。マラムジャムスンビラン参拝ジャムサトゥマラム。ジャディ。パギとか、パギとか、シアンワクトゥイストラハトマカンシアンとか、ソーレとかはダメです。はい。ダメです。なぜなら、この辺は忙しい。もうコリアだ、あの会社だったり、学校だったりとか、電車乗ったりとかで忙しい。でも、だいたい9時ぐらいからはみんななんとなくイストラハ、ハロジャムスプルジャムスブラス、スダディアタスイトテンパティドゥール、トゥルスカリアンジがスリンカン、ペガンペガンスマホ、トゥルスアブーボサンデ、はい、アドボさんで、アダブルタブルタンが、アダヤン YouTube、YouTube が、ワクトゥイトゥ、チリリン、マスクとメッセージだり、オランヤンアパギとカルビギト、パステイトラジンジャバブです。ジャディ、もしあなたたちが、マウ、マウ、タリクタリクイトゥヤン、アパシ、チョウチェベ、ヤン、あなたたちが好きな人は、夜の方が返事が返ってくる可能性が高いそうです。はい、役に立ちましたかこの情報は。どう。ビサブルグナ、ビサブ、エルフィシャンティダプルルや。で、じゃあ、あと1分ですね。あと1分先生最後に話しますですか。メールとメールね、E メールです。はい、E メールとあの WhatsApp、LINE ってアパヤンちょっとベダや、ちょっとすりきたらベダや。うん、なんかちょっとアダベダ。どうでしょう、うん、シアパヤンビシャラ、E メールと、E メールと、WhatsApp と LINE、WhatsApp、このドニアってアガガベダ。アダヤンプンダパって皆さん。ジメネ。サマ？ブトルブトルサマ？ノー。イダ。どうイダ？イダサマ。どうですか？どうでしょう、どうぞどうぞ、プンダパとシアパ？プンダパとシアパンカタンガン？タンガン。シアパ？
Siapa? Siapa? Yang Amisan, Amisan dozo. Amisan silakan. Ya mungkin kalau di email itu biasanya ada kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat akhir. Kalau di bahasa Jepang mungkin kayak otsukare sama deh, selesai wanita teori mas, otsukare. Kalau di WhatsApp itu biasanya langsung selamat pagi atau ohayou gozaimasu, langsung ada isi selesai. Betul sekali. Sangat-sangat terima kasih Ami-san, sensei juga itu, itu yang mau bicara. Email itu, lebih cukup sopan atau business like? Yeah. Jadi sebetulnya kalau penting-penting dulu telepon, telegram, terus email, telepon, telegram lebih sopan. Tapi sekarang email lebih sopan karena ada yang lawannya sekarang itu WhatsApp atau LINE-nya. Jadi email lebih untuk bisnis kadang-kadang ya bosnya terlalu yang orang kuno itu WhatsApp itu LINE malah yo bosnya kuno bos yang tua-tua gitu. Kalau itu yang bisnis harus dengan email. Kirim itu data-data penting itu harus email ya jangka itu kirim itu lewat itu WhatsApp seperti itu. Kemarin juga saya sudah tegur seperti itu. Hai. Jadi ini lebih sopan nih nangka email itu. De ini kadang-kadang tidak begitu sopan. Justru ini lebih dekat hanas kotoba. Hanas kotoba desu. Jadi harus hati-hati hanas kotoba yang untuk lawan yang kirim kepada siapa. Hati-hati cara tulis kata-katanya. Kalau kirim, tergantung kirim kepada siapa. Ini kalimatnya harus hati-hati ya. Sosial media, ya, minasan, ya. Hai, sampai begitu. Ya, sudah ada waktu. Sudah waktu, desu, minasan. Jadi, hari ini tentang sosial media のマナーとエティカについてお話をしてきました。BR kita komunikasi sama orang, itu tetap lancar.Kita selalu pikir itu mana etika, terus peraturan-peraturan kita itu sadar di dalam hati. Komunikasi tetap rame ya, kondisi begini ya, minasan ne. Hai. Hai. Kalau begitu, cukup internet kurang baik sekarang mulai apa-apa gitu. Jadi kalau begitu, minasan, minggu depan bertemu lagi. Minggu depan wa, discussion table wa, 来週は, hai, katagaki. Katagaki ってわかりますか, minasan?社長、タイトル、社長、そうそう、社長とか部長とか先生とかスプリット、エニレビバイクカットアタティダ、レビシンプル、ジャディバチャニャ、ね、それは今日本では結構問題になっています。そのことについてちょっと難しいですが、ビアルビサガリルニアイトインジュパン、キタブラジャルラギア、あのディスクシラギア皆さんね、はい、ハロビゲットハリに参拝でしんです、はい。それではまた来週。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。